申しやす三条名店街、今回は三条名店街にぎわい市にお邪魔しています。今日は若い女性もお手伝いされてとってもいい感じなんですが、こんにちは。こんにちは。お話を伺いますのはフラット宮本の石原力夫さんです。はい、そうです。はい、暑いですね。暑いですね。もう全然違いますね、この頃は。そうですね、京都は36度、7度、8度、8度まで行くのかな。結構気温高いんですけれども、宮間はいかがでしょうか。宮間はだいたい33から34度が今ぐらいの温度です。あ、その代わり朝夕はもう20度ぐらいになって非常に涼しいです。どうですか、そこがやっぱり都心と都会と違うっていうことですよね。そうですね、土が多いから、はい、で野菜が美味しく育つのもその気候のおかげです。そうですか、はい。まあ、そういう中でどうでしょうか、このお野菜の今日はどういうものをお持ちいただいたんですか。今日も大体夏野菜が中心になりますけども、特に葉物が出てくる頃なんですけども、やっぱり高温とかの関係でなかなかこの葉物が育たなくて、実際にはこうお店に並べられない状況が続いてます、はい、そうですか、はい、雨が降らないからやっぱりなかなか、ね、そうですね、雨が降らないのもあるし、やっぱり高温があって病気になりやすくて、実際葉物を育てててもなかなか消費にならないという、今そういう事態が起きてまして、お店でもなかなか葉物が出へんようになってます。はい、そういう中でやっぱり夏やなという感じは、トウモロコシとか、それから今日はスイカも持ってこられたんですね。はい、はい、スイカの上手なところから、まあ、これスイカなんですか。スイカなんですよ。これスイカの上手な人なんですけど、ブラックボンバーっていうスイカなんです。そうなんですか。果肉はちょっと固めでシャキシャキってした感じなんですけど、はい、甘みは確実にあって美味しいです、はい、ブラックボンバー。ブラックボンバー、まさか中が真っ黒けっていうことではない。いやじゃないです、中は赤で。そうですか、スイカ独特のこういうシワがなくって、はいはい、お味はそうなんですか、まあ、爆弾のようにみたいな、そういうことです、はい、甘みは同じように甘くて美味しいです。あ、そうですか。ちゃんと糖度測られてますし、はい、それなりに管理されてますんで、この人のスイカは絶対おすすめです。そうですか、はいはい、そして今日は若い女性がお手伝いされてますが、お名前だけ伺います。水島と言います。はい、こういうお手伝いはいつもされるんですか。そうですね、商店街来させていただいてから何度かやらせていただいてます。はい、わかりました。はい、まだまだ暑い夏が続きますが、はいはい、また次お待ちしております、はい、また次回27時やりますので、またぜひお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。